FM Palaloon. FM Palaloon. Friday, brand new cruise.さて、4月6日金曜日、時刻は11時17分を回りました。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送、フライデーブランニュークルーズ。続いてのコーナーは週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸で活動活躍している魅力あふれる人をゲストとしてお招きし、活動内容などさまざまな情報を伺っていく15分間です。出演ゲストは毎週水戸の魅力発信課がコーディネート。これまでも小学生から90歳以上の方まで水戸のキラキラと輝く方々に出演していただきました。さあ今日はですね、このコーナー初です。先々週でしたっけ、 BMX の、ね、方にお越しいただいたんですが、今日は、皆さん馴染みのね、そんなに、ないわけではないですが、このコーナーでは初めてです。アメリカンフットボールチームセイバーズの代表キャプテンであり代表の近藤秀則さんと選手の米内健介さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。近藤さんは、キャプテンで代表だ、選手で G もうなんかね、ゼネラルマネージャーみたいなやつかな、プレイングマネージャー。そうですね。はい。かっこいいですね。そんなことない。自分で代表してキャプテンで、はい、試合も出るんですよね。はい。現役でまだやっております。はい、すごい。今おいくつでいらっしゃるんですか。38歳になります。見えな見えないですね。よく言われませんか。そうですね、意外と言ってるんだなとよく、はい、髪の毛が若いですが、髪もうこれあのラジオなんで、ね、ちょっと、まあ、一応ね画面配信してるんですけど、髪の毛茶色くして長いですよ。そうですね、はい、アメフトのヘルメット入るんですか。ギリ入ります、はい、そうですか。近藤さんはじゃあもうずっとアメリカンフットボールやられて、何歳ぐらいから。そうですね、あの大学からなので18歳から。18歳で20年か、はい、そうですね、はい、大学そして社会人、はい、そして今このセイバーズですね、はい。じゃ今も現役を続けていらっしゃる。アメリカンフットボールって大体その現役選手は何歳ぐらいまで、はい、まあね、いろんな方いらっしゃると思いますけど、はい、おそらく現役としてはどのぐらいかな、はい、30くらいですかね。じゃあもう近藤さんより年上の、はい、アメフトの現役選手ってあんまりいない。いやそんなことないです、やはり、トップチームだともっと素晴らしい、その年齢ももっと重ねても、現役でトップでやってらっしゃる方もいますし、あとはアメリカンフットボール自体が、選手の入れ替えというのが自由なので、うん、例えば、このプレーはこの方じゃないとダメだとか、例えばそういうワンポイントとかでも、入れ替えが可能なので。そうなんですか。試合の中で何回も出ても入ったり出たり入ったりできるんですか。そうですね、はい、野球だったら1回代打で出たらね、もうお疲れになっちゃいますけど、まあ、サッカーもそうですけどね、はい、アメフトは違うんですか。はい、知らなかった。そうなんですね、はい。米内選手は今おいくつでいらっしゃるんですか。はい、今28です。28歳、はい。じゃあもういつからアメフトは。同じく大学からやってます。大学からやってらっしゃるんですね、はいはい。さあ、セイバーズのことをね、今日はね、いろいろ皆さんにラジオ聞いてる方にね、知ってもらいたいので、まずじゃあそのセイバーズはこの今ここにいらっしゃるということは、茨城を中心に活動されてるんですよね。そうですね、はい。本拠地というのは、はい、まず水戸を中心とした、周辺地域で、はい、活動を行っております。はい。いつもグラウンドはどこで練習されてるんですか。そうですね、水戸ですと、大塚池の、はい、裏のグラウンド、もしくは、笠間市になりますが、はい、愉快ふれあいセンターという、うん、フィットネスジムがあるところの、うんうん、外の、屋外グラウンドを使わせていただいております。アメフト場っていうんですかそれ。いえ、兼用ですね。例えばソフトボールとか野球とか、はいはい。だってあのアメリカンフットボールってあのポールみたいなところに蹴って入れるじゃないですか、はい、あれがないとダメですよね。基本的には必要なものではあるんですが、うん、練習自体は例えば、うん、それ以外のものというか、うんうん、攻撃守備っていう、まあ、チームがございますので、はいはい、そういった練習を日々あの積み上げてっていうような状況にございます、はい。さあ、セイバーズが今、所属しているリーグなんですけれども、まあ、2012年に NCFL、 これ略が
はい、北関東フットボールリーグというところから、はいはいはい、そこからスタートして、はい、その2012年からというのはその近藤さんがこのセイバーズにやってきてからということですね、はい、私自身はもう少し前からいたんですが、はい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 、チーム自体が、どちらかというと、まあ、サークルに近い、うん、チームだったもんですから、もともとそのサークルに近いところから、はい、でそこから、はいはい、で私が入った時にも人数がかなり少なかったんですけど、まあ、あの7年前の震災を機に、はいはい、人数が、7人という状況になってしまいまして、アメリカンフットボールは11人でのスポーツが、まあ、グラウンドに立てるのが11人からになりますので、はい、そこに満たない状況から、まあ、再出発をして、現在は一応、35名まで、はい、来ております。もともと震災時、まあ、いろんな事情があって、はい、チーム少なくな、メンバーが少なくなって、はい、7人ほどから再スタートして、はい、近藤さんが代表キャプテンになって、はい、2012年13年とこの NCFL で、成績優勝や3位、はい、優勝優勝を重ねてきて、はい、で2016年に UFL という、はい、これはそちらは、東京都のアーバンフットボールリーグというやはり独立リーグ、北関東も、独立リーグという形にはなるんですが、はい、北関東自体がそのアメリカンフットボールを行える、グラウンドや、まあ、施設なんかが、非常に乏しいものですから、はい、私たちも活動自体を制限させるよされるような状況が結構続いたもんで、うん、あの東京の方に、そのやはりグラウンドがしっかりしていて、うんうん、よりレベルの高い対戦相手を求めて、移籍をした次第にございます、うん、はい、じゃあ NCFL から UFJ は銀行ですね、UFL ですね、 UFL アーバンフットボールリーグに、はい、一昨年から2年間いて、そして今年から、はい、あのアメリカンフットボールリーグでは、まあ、最高峰と言われる日本の X リーグに、はい、入ったということですね、はい、その X リーグにもいろいろあるんですよね、はい、まず3部、はい、その3部から勝ち上がって、1部になったりすると、はい、まあライスボールとか ああいうの出られるんですか。そうですね、あの出られることは出られます、勝ったりするとね、はい、3部リーグ、ちなみに今その3部リーグは何チームあるんですか。3部リーグは今17チームありまして、17チーム、はい、それぞれがイースト、ウエストというふうに分かれているような形です。イーストというのは東日本ということ。そうです、東日本ですね。あとセントラルも含めて、セントラルと、まあ、なんで東と中央と西とですね。あ、はい、じゃあ東っていうのは一番上だとどこの県が、主に東京近辺のチームですね。そうなんですね、はい、それでもまあ東、中央、ウエストとなっていくんですね、はいはい、17チームあって、そこで、いつからこれは開幕するんですか。秋の公式戦は9月から。9月なんですか、はい、アメリカンフットボールとは、はい、9月から何月まで。およそ11月から長いと12月まで、ですね。あ、それでも3ヶ月ぐらいなんですね、はい、リーグが。そうですね、で最後のライスボールというのは1月に、1月ね、毎年行われています。大学生と社会人の日本一で決めるやつですよね、はい、あ、9月までなん、9月からなんですね、はい、そこからじゃあ3部リーグスタートして、はい、大体何試合ぐらいやるんですか。大体年間そうですね、5、6試合、はいですね、5、6試合で、はい、それで、それで勝ち上がると2部に、はい、いけると、まずそこを目指すわけですよね、はい、で2部もさらに2部は何チームぐらいあるんですか。ざっといいんですか。2部も同じく18チームですね、はい、でそこで勝ち上がるとついに1部に上がるということですね、はい、近藤さん、じゃあまずは3部にね、はい、今年からこの4月から9月ぐらいまではどういった活動、まあ、練習になると思うんですが、はい、本来であればあの X リーグ自体が、うん、スプリングトーナメントっていうのは春の、まあ、トーナメントがあるんですが、はいはいはい、私たちは、今年からの参戦なので、はい、そちらには、エントリーすることができないので。そうなんだ、はい、じゃあもともと3部リーグでも春もやるんですね。そうですね、ただ、3部に入ったばっかりだからその資格がないということ、はい、そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、今年のリーグでの2部昇格とはない。それが、秋からのシーズンが、うん、あの1部2部3部 その昇格などに関連してくるものなので、な春は関係ないですね、2部昇格にね。そうですね、影響はございません。なるほどなるほど、はい、じゃあいきなり2部に行く可能性もありますか。そのために、準備をして、はい、まあ、あの今もメンバーの募集をかけているところなんですが、はい、あのより良い準備をして、日々あの練習などで精進していければなと思っております。わかりました、はい、とにかくじゃああれですね、あのリーグを2部リーグに目指すにあたって、
メンバーをですね、はい、募集ということですね。そうですね、はい、はい、これは誰でも入れるんですか？そうですね、あの基本的には気持ちが強く、うん、アメリカンフットボールをしたいと、言ってくださる方であれば、はい、選手そして、スタッフさんなんかも、はい、募集しておりますので、はい、大歓迎でございます。わかりました、はい、ぜひ水戸のアメリカンフットボールチーム X リーグ3部に、ね、今入りましたので2部1部昇格を目指してまずは、経験者、選手あとは手伝ってくれるスタッフの皆さんを募集したいと思います。興味があるという方はこれは何か SNS かホームページがありますね。はい、はい、ホームページと Facebook などが、随時練習などの活動内容が閲覧可能ですので、はい、そちらの方からご連絡いただければと思っております。セイバーズの、Facebook ページはセイバーズカタカナで検索で出ますかね。はい、うん、あとは X リーグのホームページでも見られるんですね。そうですね、そうですね、はいはい、X リーグのホームページでも、セイバーズの情報を見られるということなんで、はい、ぜひ少しでも興味があるという詳しくわからないんだけどという方からでも絶対歓迎ですので、ぜひ、まずは水戸の皆さんセイバーズを知っていただいて、ご興味ある方はご連絡いただきたいと思います。では最後にですね、近藤代表とそして米内さんからその、意気込みとこれからの目標をお願いしたいと思います。じゃあ米内さんからいきましょう。はい、初めての挑戦になるんですけれども、自分たちの選手はもう自分の力を精一杯尽くして頑張っていきたいと思っています。はい、近藤さんいかがですか？はい、成績だけでなくやはり今まで水戸市にお世話になってきたので、少しでも地域に貢献できるような活動ができたらと思っております。はい、はい、他に大丈夫ですか？何かおっしゃることが。やはり活動するにあたって、試合自体が東京や神奈川での試合が大部分でございます。はい、ですのでやはりチームを活動するための、運営費とかっていうところがかなり苦しい状況でございますので、はい、もし、私たちの活動にご理解いただけたり、ご支援いただける方がや企業様がいらっしゃいましたら、Facebook そして私たちのホームページから、ご一報いただければ、と思っております。はいはい、移動費とかね、用具とか、遠征、まあね、いろんなもの合宿もありますしね、強化費が必要です。ぜひ皆さんアメリカンフットボールチームセイバーズ応援したい、なんとか力になりたいという企業や個人の方でも構いませんので、ご興味ある方はご連絡いただきたいと思います。 Facebook は、セイバーズで、そして X リーグのホームページでもチェックできます。いや、これから新たなスタートですね。そうです ね、 ね、はい、この番組で応援していきたいと思います。ありがとうございます。はい、今日はアメリカンフットボールチーム水戸市を中心に茨城全域、また今東京でもね活動、今年から X リーグの3部に所属し昇格を目指しているアメリカンフットボールチームセイバーズの選手米内健介選手と、代表でキャプテンの近藤秀典さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise